トーブスアナにひしめくハーリエムマンディゴやラリスバリが伸びているキバハリアリ族とは昆虫ツの八目アリかキバハリアリアカに属するアリのグループである。別に A 名ブルドッグアンツを直訳したブルドッグアリの名が使われることがある。キバハリアリアカは本族とマリーキバアリ族の二族により構成される。キバハリアリアカは有体類統と同様。 オーストラリア大陸の隔離された環境で移住し、生き残った原始的な動物のグループである。ハリアリの祖先から非常に古く分化したもので、長伏アリアカに近縁と推測されている。およそ90種が知られる。1770年にオーストラリア大陸に達したジェームス・クックの調査隊の最終品の中に、史上初記録となるキワハリアリアカの一種が含まれており、 1775年、デンマークの動物学者、ヨハン・クリスチャン・ファブリキウスによって記載された。当時基地のすべてのありと同族とみなされフォーマイカグヤロザと記されたこの種は、シドニー付近で採集されたと推測されており、今日知られる、キワハリアリの基準種マーミーシャ・グヤロザのことである。ファブリキウスは1804年に親族マーミーシャを創設するが、この時は、 姿の似るアギとアリも同族に含められていた。また以後も、腹柄が二節あることから、フタフシアリアカ、ハリアリアカなどに所属が二点三点したが、21世紀現在では独自の赤イコールキバハリアリアカに落ち着いている。キバハリアリという和名の通り、頭部と同寸化、それよりも長い大顎と、副端にある毒針が発達する。体調は、働きアリの場合、 最小の種で4ト、mm、ル、大型種では3 7ト、mm、ルに達し、アリとしては非常に大型の種を含む。働きアリの体長が2 5ト、mm、ル以上の種は、2 5ト、mm、ル、イコール1インチにちなんでインチアンツと呼ばれる。キバハリアリ赤き順種である、エムグヤロザもインチアンツである。女王、アリ以外のメスが、食アリとしての竹を示さない種が多いが、例外も見られる。 一方、女王自体が多形的な様相を呈する場合がある。通常誕生する有志型女王のほか、単羽型女王、働きありのように働く食有り型女王が出現する、死は存在する。このような飛翔能力を持たない女王は、歩行により比較的近距離の巣分かれを行うもので、他のハリアリ類にも同様の例が見られる。 メスの大アゴが極めて長大に発達するのが本赤の外部形態上の大きな特徴である。その内縁には多くの場合、ノコギリ状の内歯が見られる。しかし、オスにはそのような特徴は全くなく、体格的にもメスと同士とは思えるほど非常に貧弱な印象を受けるものばかりである。本赤のアリの原始的な特徴として攻撃対象を指すことのできる 有権類の蜂の共有派生形質である毒針を維持していることが挙げられる。彼らの多くの種は足が長く発達し高速で歩行できるが、これは乾燥地帯に住み獲物となる動物が少ないことから標的を確実に捉えられるよう発達的をしたと言われる。視覚が発達し複眼が他のアリに比べ大きいほか明瞭な単眼を三つ備える。触覚は 先端が梱棒状に膨らまない糸状で、これは原始的なありの特徴である。本属は全種がタスマニアを含むオーストラリアの乾燥地帯を中心に生息する。大陸中央の砂漠地帯には見られず、沿岸部に生息が集中する。ニュージーランドに生息する一種の個体群は人意入と考えられている。また、ニューカレドニアにも固有種が一種確認されている。 オーストラリア大陸において、本赤のアリの分布域は非常に広大で、彼らは同国民にもよく知られる昆虫である。しかし、その生息密度は薄い。キバハリアリの仲間は日照の豊かな乾燥地帯を好む。このような環境は他の多くのアリが好まないものでもあり、原始的なアリであるキバハリアリが温存された理由の一つと考えられている。ユーカリによる まばらな林や貧弱な草原は特に、キワハリアリア科の生息に公的で、多くの種類が住む。逆に、森林や湿気の多い環境は好まれず、もともと明るく乾燥していた、生息地に樹木があまり生い茂ってくると、キワハリアリたちは姿を消してしまう。これらの土地で彼らは、他のアリと同じ口下に巣を構えて、社会生活を営む。彼らは捕食性であり、 主に他の節足動物を捕らえて女王や幼虫の餌にする。働きあり自身は主に液状の餌を摂取して活動エネルギー源としており、ユーカリの樹液や樹上で貝殻虫の分泌する甘露なども対象となる模様である。彼らは昼間、その発達した資格も活用して獲物を探すが夜間も活動している。巣の外では行列を作るなどして、 大集団の行動を取ることはなく、1、数頭単位で出かけ、餌を探す。餌は主に昆虫類であるが、比較的小型の両生類や、爬虫類なども狩りの対象からは外れない。狩りにおいて、働きアりたちは、その長大な大顎を、標的の殺傷、切断よりもむしろ捕獲、固定に用いており、叱るご腹部の針から注入する強力な毒でとどめを、刺す。 獲物は多くの場合巣へ運搬の後解体され、幼虫と女王に提供されるが、キバハリアリたちはそれらの餌をあまり器用に細かく、裁断したり、団子状に加工したりはできず、より進化の進んだアリに比べると、食べかすが多く残る傾向にある。巣内には、当客類、甲虫通ったような高アリ性生物が寄生しており、彼らの分解活動の果たす役割が大きいと想像されているが、 確認はされていない。十分餌を取り成熟した幼虫は眉を作って、溶化するが、自らの吐く糸だけでは眉を形成できず、働きありが眉形成を補助する機質のある部屋に連れて行き、それらを幼虫の体になすりつける。何らかの理由で、巣内の眉形成の機質が不足していると、幼虫は眉を作らぬまま、前さなぎとなり、働きありに殺され餌にされてしまう。 あるいはまた、幼虫の段階で殺され、食べられたり、巣がや、ゴミ捨て場に運ばれ、捨てられたりする、といった現象も起きる。これらの災時、救仕、育児プロセス上の一連の特徴は、同じく原始的なアリで、姿の似たアギとアリやクワガタアリ等の多くとも共通する。幼虫から、救仕要求を示された時に、手持ちの餌がない場合、働きアリはすぐさま自ら散乱し、 その卵を幼虫に給治する。この卵は栄養卵と呼ばれ、女王が産む卵よりも柔らかい。栄養卵は餌として使用されることが多いが、餌にされずに約1ヶ月経つと正常に孵化し、個体が育つ。ただし、働きアリは未交尾であることが多いため、誕生するのは多くの場合染色体が1本しかない、個体イコールオスである。通常、アリの女王は、 季節環境変化や何らかのイレギュラーに見舞われぬ限り、一旦産卵を開始すると、ほぼ一定間隔、等速で卵を産み続ける。しかし、キバハリアリアカの女王は、特定の短期間に一度にまとめて産卵する。このため、キバハリアリの巣内にいる幼虫は、サイズや弱いが均等なバラつきを示さず、それらの揃った個体が、一定数集まって育てられている傾向にある。 非常に高戦的で粘毛な性質のアリとして知られ、巣に近づくものがあれば、働きアリたちは、それが、自分の体格よりも、はるかに大型の生き物であっても躊躇なく攻撃する。特に、インチアンズに属する大型種は、巣に近づいただけでも威嚇行動をとり、さらに、逃げても5から10メートル程度なら後を追ってくる。コロニーの異なる、同種間、異種間同士でも激しく争い合い、 マーミーシャピロシサラという種は体長の数倍以上の高さを跳ね上がって攻撃して来るのでジャンピングアントとも呼ばれる。他族のアリ同様に繁殖期には結婚飛行を行う。またユーカリなどの樹木の近くにも巣を構えているが、そこではユーカリの出す甘い蜜や汁を目当てにしており、ユーカリはアリにそれを提供する代わりに自身を食べようとする生き物を撃退させる番犬の 役割を担わせている。そのためユーカリを食べようとする生き物が来れば、アリはその生き物を一斉に攻撃する。インチアンズに刺された場合、その痛みは一週間程度は続き、最大3ヶ月残る場合もあるという。小型種はジャンパーと総称され、行動生態上の分類では前方跳役アリと呼ばれる。後方跳役アリであるアギとアリが後方に飛びのくのに対し、 彼らは、獲物や敵に向かって、前方へ跳躍する。ジャンパーに刺された場合の痛みは2から3時間程度の、継続で済むが、以後むずがゆさは5日程度残るという。集団で襲いかかって注入する猛毒に刺された場合、人間でも30箇所以上刺されると死ぬとまで言われ、現地でも、殺人ありと呼ばれて恐れられている。多くの箇所を刺されなくても、 アナフィラキシーショックの危険があるため油断すべきではない。キバハリアリ族は、どの種も、長い大顎と足、そして猛毒を持つ針を備えている。ありがとうございます。